ヨーゼフ・バイグルは、オーストリアの作曲家、及び指揮者である。1766年に、父親で、チェリストのヨゼフ・フランツ・バイグルの息子として、オーストリアのアイゼンシュタットに生まれる。父親は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンと同じく、エステル・ハージ家に仕えていたチェリストだった。後に、ウィーンで、アントニオ・サリエリとヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーに、音楽を学んだ。 1783年に最初のオペラ、取り越し苦労、または裏切られた悪意を作曲し、初演の際サリエリから称賛され、バイグルを激励したと伝えられる。1790年に、バイグルはウィーン宮廷劇場の学長に就任し、1827年から1838年まで、主に宮廷劇場の副学長を務めたが、 翌年の1839年には退職した。その後は静かな余生を過ごし、1846年2月3日にウィーンで死去。バイグルは生涯で34曲のオペラを残しているが、今日上演されることはほとんどない。1809年に成功を収めたオペラ、スイス人の一家しかあまり知られていない。18曲のバレエ音楽、競争曲、 仏曲、チェンマロ曲、カンタータ、宗教曲なども作曲している。ありがとうございます。